久保さん、今回受け取るにしましょうか。この誤送金の人、逮捕されたらしいですね。電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕された。そんな詐欺があるんですね。電子計算機使用詐欺っていう。うん。まあ、これ、まあ、今回ね、まあ、あの久保さんも言ってましたけど、僕だったら、僕だったらですよ。僕だったら、あの、 4630万円を、えー、まず銀行からお、まあ、おろせるんだったら下ろし、まずおろします。で、その、この4600万を並べて、皆さんに報告がありますと。このお金、今から、あの、返還してきますと。このお金は僕のではありませんと。このお金を返す前に、一つ、役場に言いたいと。 役場に言わせてくださいとこれはおそらく誤送金で間違って振り込まれたお金だと思われますと。チェック体制どうなんでしょうかと。間違い、間違いの度合いが異常じゃないですかと。皆さん、役所で働いてる人たちっていうのは公務員だと思います。僕たちの税金を、で、給料もらってると思います。そんな人たちがこれだけの 間違いいいを犯ししてもいいんでしょうかと <laughs> どうですかね、久保さん。もう一気に役場はすごいことになりそうですね。<laughs> まあ今回はね、あの、まあ逮捕されちゃってますけども、まあそもそも、まあこれ企業間でもし企業間で行ったら、まあ企業がほんと潰れるレベルですよね、なんか信用を失うというか。 た多分これ、ま、役所というか、多分おそらく、ま、ね、あのー、国家公務員というか、国家公務員を国がこう、うん、まあ、警察も国家公務員だと思いますけど、国家公務員、国家公、役場って国家公務員なのかなちょっと役員なのか、ちょっとわかんないですけど、うーん、役所って民間じゃないですよね。多分民間企業が運営してるわけじゃないですよね。市役所とか役場っていうのは、多分だから、その、国が国をこうやっていくっていうのは、しんどいでしょうね。 うんだからまあこっちに火種がいってるっていうまあもちろんねこの24歳の男性の方がまあそのオンラインカジノで使い切ってしまったっていうのはまあ、まあ、よくはないとは思いますけどもただまあぶっちゃけ振り込まれなければ使えないわけですから <laughs> そもそも <laughs> そも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 ,そもそも論としてね だから昔僕はあのね業者間でその請求書が来てね振り込み業者に対して振り込みしてて電話かかってきてそのあの100円か1円か分かんないですけど端数間違っちゃって振り込みしちゃって足りないんですけどみたいなでその時に、まあ、1円でもその端数を間違ってこう振り込んでやっぱ何百万とかね振り込んだとしても結局その1円とか10円大事なんだなっていううんだからそのセブンイレブンでも なんか定価でこう株まあ株じゃないですか。で、その時に、いや、1円ぐらい負けてくださいよ、なったら1円ぐらい別にいいじゃないですか。通らないですよね、全部。どうすか <laughs>。<laughs> <laughs> いや、1円足りなかったら買えませんっていう話じゃないですか。うん。うそう。通りますかねセブンイレブンで1円ぐらい負けてくれよって、全部通ります ?1 円ですよ。多分通らないと思いますけどね。 うんまあ、ここがなんか、なんか、まあ、久保さんの言う通り、ね、多分みんなは多分、なんか僕もニュースちょっと見ましたけど、ふざけんなと、つそのオンラインカジノ使いやがってふざけんなっていう意見が、やっぱそこだけティーアップされてますけども、うん、まあ、そもそも論ですよね。うん。まあ、普通じゃあり、普通じゃ、普通じゃ逆に言うと考えられないかなって、4630万円個人口座に。 取り込むっていうのはねうね、ん、その行政じゃないですか。うんまあ、ぶっちゃけその民間より失敗しちゃいけない分類ですよね、多分まあ警察が失敗するのもゆ、ね、許されないですけど。うんまあ、もしね、この男性の方がねまあそういうふうにあなんか。 それをやったらね、多分まあ、その逆にメディアはね、その役場の監視体制はどうだったのかとかね、チェック体制どうだったのかっていうね、一気にブワーなると思いますけどね <laughs>、うん。 ましたねお風呂がいやーまあどっちが悪いってどっちも悪いんじゃないですか <laughs> ねえ久保さんねどっちが悪いどっちも悪いでしょうみたいな <laughs> だけどその多分ねおそらく今回その なんでこういうふうにその取り上げられてるのかっていうと使い道なんですよね使い道を多分オンラインカジで使ったっていうところが結構寝た時にうんパンチがあるというか、まあ、あの視聴率取れるというか多分そうだと思いますよじゃあこれは仮にですよ仮に4630万円をなんかそのあの阪神・淡路大震災とか、まあ、阪神・淡路古いか,なんかその募金したらどうですかね 募金したら募金してたらどうなんですか逮捕されそう、逮捕されますじゃあ、これがね、これが何だろうな、あの、まあ、もう10年経っちゃってるんで、あれですけども、まあ、メディア、あの、なんだろうな、あの、まあ、1年後か2年後。 東北大震災から1年後、2年後で今復興してますっていう、もう今頑張ってますってところで、この4630万をね、そこに寄付したってなった場合、う,んどうまたどういう受け取り方、どういうメディアの放送になるんですかね。これ詐欺で逮捕されるんですかね。使,使ってんのは一緒ですよ。オンラインカジノで使ってんのか、寄付してんのかっていう、一緒なんですけど。 どううなんでしょうね、逮捕されるんですかね <laughs> ここはね多分ねネットカジノで使ったっていうのが多分まあ餌になったんでしょうねそれもあると思いますけど、うん、まあどっちもどっちかなと思いますけどね、うん、まあでもまあビジネスやってた経営まあ久保さんもそうですけど僕も社長やってましたけどそのその経営する側とするならば あどっちが悪いかっていうと、誤送金した方が悪いかなっていうところはやっぱ、うん、ちょっとあれですね。うん、その会社のミスじゃないですか。結論。うん。はい。いってらっしゃい。